100年前の皆さんこんこにちは俺は今20121年の日本で暮らしています100年後の世界のことを知りたいってすんません俺無人島生まれ無人島育ちやから世の中のことあんま知れへんのよお役に立てずほんますいませんちなみに俺は2080年生まれの41歳死んだおとんとおかんは本土で生まれたから生前いろんな話は聞いたことあんねんけど なんか俺が生まれる前にでっかい地震があってほんでなんかでっかい山の形が変わったとか言うてたなその後この島に移住してきて俺が生まれたってわけですちなみに俺の名前はテロって言うんやけどなんやよう知らんけどほとんどおかんが好きだった芸人さんの名前から取ったみたいですそのあまた来たなたまに本土から流れ着いてくるんですよようわからんけどロボットみたいなのが おい大丈夫？どっから来たん？長野です。長野？ほとんどおかんが住んでるところや。あ、こいつに聞けば世の中のこと多分いろいろわかりますよ。東京ってどんなとこ今はほとんど人は住んでません。長野にはたくさん住んでますよ。へえ。あ、マッキーテーロって芸人さん知ってる？知ってます。お笑い第21世代の中でも人気がありました。 いやーよう分からんけどギャグが流行ってましたギャグ何それやってみましょうかうん眠いからあさってやるわつまらなかったですかいやほとんど口癖と同じやったから泣きそうになってもた。 翌朝、俺は船を作り始めたほとんどおかんが暮らしてた長野に行ってみたいと思ったから <laughs> そういえばなんでこの島に来たの疲れてしまってえ何かあったの理由は痛くないはいならええけどまあ長野のいとか案内してよ 任せてくださいあっちに私が乗ってきた小型ジェットがありますけど。はよ言うたよ